こんにちは、玉尾です。今日の作品はこちら。今回は箱がありません。この状態で届きました。開けていきます。今日はいつもと違いまして、3つありますね。で、こちらがバックプレートになります。で、こちらは何でしょう。アンテナです。そうです、ついに Wi-Fi のマザーボードを手に入れました。はい、それでは開けていきます。あ、すごい、マステが貼ってあります。街に夢を歩こう、西鉄グループって書いてます。なんか可愛いですね。これ電車と船のマステですね。マスキングテープが貼ってあります。イルカ付きで可愛いですね。こういうのちょっと嬉しいです。こうやって外箱がない状態で買っても、こういう風に綺麗に送付してくれるとなんか嬉しいですよね。はい、来ました。こちら、あ、初めてです。これバイオスの電池、なんていうんですかね、バイオスの電池がこの取り外せないタイプになっていますね。これ初めてですね。電池ソケットじゃないやつ。これの取り扱い卵よく分かりませんけど、はい、外観をチェックしていきたいと思います。まずこちらですね。あ、これ前回やったマザーボードと似てますよね。アスロック H310CM、 ここまで一緒ですね。-ITX/AC ですね。この前のマザーボードと似てますね。はい、あとは外観見ていきます。マザーボードの取り付け穴には取り付けられた跡があります。はい、見たところ特に異常は感じられませんが、束を初めてです。ここに Wi-Fi の端子がついてるの、これ初めてです。ちょっとホコリがついているので清掃していきますが、電池を取り外しましょう。はい、取り外しました。清掃していきます。マザーボードつけていきます。はい、それでは開けていきたいと思います。どうでしょう。お、ソケットの状態は綺麗ですね。はい、ソケットの状態は綺麗だと思います。写真撮っていきますね。ここ一個おかしい。これは何でしょう。あ、そうか、ここが頭がいないのか。完全に折れちゃってますね。で、こちら前回の動画見たく、ハンダ付けで、この付け足しっていうのをやってもよかったんですけど、今日はちょっとあることに試したいなと思って、はい、そちらを今日やりたいと思います。はい、それでは準備します。はい、その前にソケットカバーを取っていきます。今日はそれを、ソケットカバーを取らないとダメだと思うんですよね。
はい、でまず今日はマザボアシを交換します。マザボアシはこれ樹脂製を今回使っているのでこれじゃダメだと思うんです。金属のあのマザーボードケースに使う時のスペーサーですね、こちらを使っていきたいと思います。金属のビスでつけていきます。はい、これで準備ができました。でなんでこういうことをするかというとですね、ホットプレートです。今日はこれにマザーボードを乗せて、はい、で温めてこのピン1本だけを抜き取って正常なピンに交換してみたいなと思っています。なんですけどこれ電池ついてるんで電池取らなきゃダメですね。電池の方は忘れず取りました。加熱していきます。ジン、よし、あしたのはこちらのピンになります。こちらですね、いいんじゃないでしょうか。光具合他のピンと遜色がないというレベルにまで仕上がったんじゃないかなと思います。これだと弾を落としてもいいかなというレベルです。はい、こちらですね。これであれば光り方も他のピンと遜色ないですし、出来栄えとしては弾もいいんじゃないかなと思います。セロリン G4930 つけていきます。それでは行ってみたいと思います。オン、スイッチオン。来ました。はい、こちら無事に起動させることができました。なんとですね、 Windows 10 のホームデジタルライセンスが入っていました。ラッキーです。Wi-Fi でつながっています。こちらがですね、CPU ピンになるんですけれど、今回修理して分かったんですが、CPU のソケットのメーカーって大まかに2つあるんですかね。で、右側が Foxconn のピンになります。で、左側がロテスのピンになります。で、大まかにこの2種類があるんじゃないかなと思っていて、右側の Foxconn の CPU ピンはよく見るんですよね。なんですが、この左側のロテスってあまり見る機会がなくて、今回修理して分かったのが、ああ、ロテスもあるんだな、ということで、この2つの互換性がないので、もし、皆さんやられるとき、同じような修理方法でやるときは、Foxconn のピンなのか、ロテスのピンなのかによって、使うピンが異なるので注意してください。今回修理した方法は、
いらないマザーボードや交換用の CPU ソケットから同じように温めてピンを抜いて、でダメなマザーボードのピンを抜いて入れ替えた感じになります。実際につけるときはこちらの根っこの方にこのハンダペーストですねをつけて、で差し込んで温めてつけました。修理方法はそんな感じになります。いや実際前回ハンダ付け、折れたピンのハンダ付けですねをやって、ちょっと見栄えがですねやっぱ良くないなーって思ってたんですよね。機能面ではいいと思ったんですよ。ハンダ付けすると結構強度も出て機能的にはいいのかなと思ったんですけれども、修理方法としては、まあ、見栄えも良くなきゃ嫌だなと思ってたんですよね。今日ですね、切損したピンを抜いて、正常品のピンを抜いて、それを差し替えることができて、で見た目もですね、修理したところがわからないような状況のレベルまでいけたので、良かったかなと思います。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、お願いいたします。